黒川町で鶏の平飼いをする株式会社スエコ代表の松本聡さんの妻美和さんは加工品部門を担当しています。自然由来の材料のみで作ったプリンやメレンゲクッキーを開発し、これらを佐賀の銘菓にしたいと目標を掲げた美和さんは、佐賀県産品流通デザイン公社の商品ブラッシュアップコースに応募しました。佐賀県産品流通デザイン公社は、県内に埋もれている産品を多くの人に広めようと、事業者へ対し売れる仕組みを作る支援機関です。美和さんはデザイン公社へ商品をプレゼンし、見事採択。売るために必要なパッケージデザインなど指導を受けることになりました。この日はデザイン公社の職員らとの初ミーティングです。今後その商品をどういうふうにしていきたいのかとか、どこのチャンネルを狙ってるのかとか、まあ、そういったところをまずはっきりさせないと、ただ商品のデザインだけしていきましょうねってなっちゃうと、どうしてもそのチャンネルに合わなかったりして、しっかりしたチャンネルの部分をはっきり決めて、でそこからじゃあどういうふうな商品パッケージにしていこうかっていうふうなのをちょっとやっていきたいと思うんですよ。このパッケージに佐賀って入れたんですけども、佐賀のお土産として道の駅とか、なんかこうお客様が集まるホテルとか、そういうところで取り扱っていただきたいなっていう思いがあります。道の駅とかだと、あんまり箱菓子って売れないんですよ。へー。地元の新鮮な野菜とか、地元のおばちゃんたちが作った漬物とか、そういうものを買いに来てるじゃないですか。卵とかもそうだと思うんです。卵売れますね、道の駅。どっちかというと多分箱菓子よりも袋とか、車運転していくじゃないですか。運転しながら食べれる、みんなで。自分用なんですね。そうです、そうです。なるほど。なんかお土産だとこう、職場とかだと小分けできるやつがいいのかなとか、小分けを想定してこういうパッケージにちょっとしてたんですよね。これで行くんなら、駅とか空港とか。メレンゲクッキー、卵のしずくのパッケージのデザインについては、卵の方のこの末子農園のイメージとスイーツがかけ離れてて、そうなんですよね、別会社みたいな感じになるって、そのコンセプトとしてどっちで行くのかを決めとかないと、なんか卵の方が素朴な感じで来てて、手書き感とかを出して、そうです、そうです、ちょっと上質に少し寄せちゃったっていうので、ブレてるっていう感じはします。デザインについては次回デザイナーがいくつか案を出して検討することになりました。またデザイン公社に採択されたことで、11月に福岡である西日本最大級の商談会フードスタイル九州に出品が決まりました。訪れた人の目につく商品にするためのアドバイスも。県外に出た時に、佐賀県らしさはないじゃないですか。佐賀県らしさの味があってもいいのかなとか思いますし、あのみかんとか、唐津はみかんがあるので、みかんとか、まあ、いちごさんとか、今里は梨ぶどうもあります。そうそう、でも知名度がないものを使っても難しいんで、県外に本社を置くデザイナーから見ると、伊万里梨などはまだまだ知名度が低いそうです。一番無難なのはいちごと抹茶でしょうね。嬉野のお茶使ったいちごは、いちごさんの方がいいと思います。いちごさんの方がいいですか。いちごさんの方が県がバックアップしてくれると思います。商談会へ向け、県外でも広く流し出ている嬉野茶と、県も PR に力を入れているいちごさんを使った新しい味のメレンゲクッキーを作ることになりました。また商談の注意点も。やっぱ話すときに相手が誰なのかを分かって話さないと、10分ぐらい話し込んでパッと見たら県の方だったとかね、コンサルの方だったとかよくあるんですよ。飯いただけますかって見て、でどこか分かった上でそこから渡す、もしくはもらって、これちょっと嫌だなと思ったら、すいません、ちょっと資料がないんで、パンフだけお渡ししますみたいなので、その時に瞬時にこう切り替えてやっていくことも大事ですよね。打ち合わせは2時間に及びました。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。
結構知りたい情報とかたくさん学びたいことも聞けたので良かったです。見せ方とか味もですし、表現の仕方とかもトータルで見ていただけるので、言われたことをまず一つずつできるところからやっていきます。最初ですね、書類審査では正直言ってギリギリっていうところだったんですけど、やっぱりその実際にお会いしてとても前向きで、しかももっとこう成長したいっていう気持ちがすごく審査員の方々に伝わって、我々が本当に手伝いして、で今の売り上げを倍以上にできるんじゃないかっていうことがありましたんで、採用っていう形ですね。もっともっとこの末子農園さんを大きく、さらに知名度も上げていくことができるんじゃないかなと思いますので、もっともっと伸びていくと思います。次回は新しい味のメレンゲクッキーの試作品作りをご紹介します。